東洋水産、マルちゃん、焼きそばバゴーン、スパイシーカレー味、東北信越限定販売。揚げ麺に粉末ソース、かやく、調味料、わかめスープがついています。麺は細く、表面はザラザラしています。気泡感はあり、弾力感も強めで軽い食感です。ベトつかずにさらっとした口当たりです。ソースはやはりザラザラした粉っぽさがあります。マルちゃんのカレー味の製品に共通する香りが漂います。甘めで華やかな味で、旨味はやや人工的です。スパイシーといっても辛さはほどほどで、子供でも食べられる程度です。具の肉は少ないですが、味が濃くてアクセントになっています。キャベツはなく、代わりに人参が入っています。わかめスープは麺とソースのザラつき感を洗い流してスッキリさせる効果があります。スープ自体は他のバゴーンと同じものの印象です。あまりベタベタしたしつこさがなく、ドライカレー的な感覚の焼きそばです。